ントありがとうございます。おはよう。可愛い子発見ありがとうございます。おはよう。初見ですって、あれ、ほん、え、初見だっけ本当に。違う、なんかさ、わかんない、なんか配信で見かけたことあるから初見っていうこと。絶対初見じゃないよ絶対。おはよう、沼にはまりに来ましたって、ありがとうございます。おはよう、おはるちゅんでございますって。おはるちゅん、おはようございます。南川ポロカさんって、あ、ありがとう、ありがとうございます。あ、髪が引っかかった。沼にはまりに行きましたって、ありがとう。ポって、あ、ポー私じゃない、まさかのポー私じゃないです。ナイスって、ありがとう。今日さ、リップしかさ塗ってないのにさ、すごくなんかいつもよりすごくなんかいい感じね。リップ塗ってきた。ラブレターありがとうございます。ありがとう。告白かな、ね、前髪も溶かしてない、やばい。でもなんか髪がいい感じにさなってる。何もしてないのに。昨日来れんかったって、あ、全然大丈夫よ。だって昨日5時からだもん。5時から15分だけの配信だから全然大丈夫ですよ。おはよう、おはようございます。実は土曜日、あ、土曜ロングおしゃべり会で初めてはるちゃんと1対1で話す予定ですって。え、来てくれるんですか。それは知らんかったね。あ、木本さんの娘さんですかって。あ、そうですね、木本はるかでございますね。待って、めっちゃポルカさんって言われてる。おはよう。じゃあ仕事行ってきます、ゆき一日よって、ありがとうございます。頑張ってください、お仕事。またね。なんだっけ、焼き芋ありがとうございます。焼き芋はるちゃん BB24 話配信中って、ちゃんと旦那さんと共演しとるやんって。え、初めてだよ、初めて、びっくりね。そのお仕事が来た時はびっくりしましたね。私は、ブザビートありがとうございます。おはちゅんちゅんって、おはちゅんちゅんです、ありがとうございます。ポルカさん、おはるかでございます、おはるかございますって、ありがとう。誰もありがとうございます。ゴロ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 、ありがとう。レインボースターもありがとうございます。おはよう、南川はるかと申します。来てくださってありがとうございます。なんか今日さ、すごいさ、リップだけの女がいい感じになってる。アイライン塗ろっかな、アイラインやりたいかな、どうしよっかな。焼き芋ありがとうございます。今日も可愛いね、ね、ねがありがとう。おはようございます。おはよう。え、待って、アットマークユーナに夢中ってさ、私消してないんだけどさ、なんかお揃いの方がいる。ブザビートありがとうございます。おはよう。配信時間帯が合わず3日ぶりって、あ、確かに久しぶりだね本当に。私そんなバラバラな時間で配信してたっけ、ぶっちゃけ覚えてないですね。私どのぐらい配信してたっけな。
ふざびとありがとう。あの共演相手はチュンチュンが選んだんじゃないのって、いや違うよ、全然違いますね、私じゃないんですね、私の何冠番組なんですけど、あの共演者を選んだのは私じゃないんですよね一回も選んだことないですね、まだまだ私新人なもんで、未熟な南川遥香なんで選んだことないんですよ。なんか声出しづらい今日。かわいこ発見ってありがとうございます。おはよう、沼にはまりに来ましたってありがとうございます。嬉しいね。なんでこんなに今日は美女がいいんでしょうね。リップだけの女びっくりしておりますね。かわいこ発見ありがとうございます。ブザービートありがとう、みんなありがとう。ブザービートピー、来週。選んだ人の関係性を知ってたのかな、偶然にしてはできすぎ。え、でもね、なんかね、あれなで、あれだよ、あれなんか関係性知ってるというか、あ待って、私のさ、私のアバターを使ってる方が増えてる。お、あ違う違う、関係性を知ってるというか、なんだろうね、なんかなんだろうね、多分知らないと思いますよ。なんかね、運動ができる子があれなんだ、あの選ばれてたらしくて、たまたまルアちゃんだったんですって。その話は聞いたけど、多分関係性全然知らないと思います。で、私は何も言ってないです。何々ちゃんと仲がいいですとか一回も言ったことない。で次は奥さんともしなきゃねって。次奥さんか、待って奥さんって誰。はいちゅんおはようって、おはようございます。 TikTok の動画見たけど、はいちゅんが一番可愛いって。あ本当、多分ねそれはハルチュンしか、あのハルチュン、なんだろう、なんて言おうとしたんだっけ。それはね、ハルチュンが奇妙なオーラを出してるからだよ、可愛く見えちゃうのは。なんかフィルターがかかってるんじゃないですか、奇妙なフィルター、ハルチュンだけにかかってるからそう思うんじゃないですか。ブザービーポって、おー、ありがとうございます。沼にはまりに来ましたってありがとう、嬉しい。おはよう。カメラの調子がいいのかなって、いやいつもと同じですね、多分私のあの寝起きがね、あの寝起きの調子がいいんですね。いつも目開かないんですけど、今日はめちゃめちゃあれですね、いい感じですね。でもやばかったの、目覚まし聞こえなくて50分に起きたんですよ。でも寝癖もやばくて、だからリップだけなの。初見ですって、あ初見ですか、いや違うね、違うよ、前来てくれた、あの私が充電器壊れた日に初めて来てくれた方じゃないですか。ありがとうございます、来てくださって。南川遥香です。おはようございます、はるちゃん、朝からはるちゃん見れて嬉しいですって、こちらも嬉しいでございます。さっき出た、あさっき出たの、
だからか増えてたの。カプセル投げるからデロデロの前やってって。待って、あなた南川遥か出てるやないかい。誰だ出したいの？女の南川遥か出したいの？なんか言い方悪いな。女の子の南川遥か出したいのか。デロ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 、ね、デロデロの前ってなんだっけ。デロデロ南川遥かデロ、わかんない。多分これで合ってるかな。かわいく発見、ブザービートってありがとう。ありがとうございます。ブザービートありがとう。おはようって、南川遥かです。おはようございます。おはよう。アバター出ない。あ、まさかの、やだ。水水ルーム住人ですが、ポルカさん誰か、あ、誰なのか途中まで気づきませんでしたって。あ、本当？でもね、私はね、あの、なんだろう、私はあの、なんか、あの、スイスイの、あ、スイスイの配信をねよく見てるのでね、私はね一方的にあなたのこと知ってますね。なんか怖いこと言うね。私はね、いろんな配信見ててね、みんなのこと知ってるんだよね。初見ですって来てくれる方結構、あれって本当に初見なのかなって思っちゃう。どうしよう、本当にやばい。最近さ、いろんなところの配信行きすぎてさ、いろんな方、あの、私の配信の時に初見ですって言ってくれる方いるじゃん。それがさ、本当に初見なのか疑っちゃうんだよね。一方的に知ってるんだよね。なんかやばい、どうしよう。いや、やばいな。嫁が多すぎてわからないってことって、あ、違うね。嫁はね、あの、そんなにいないですね。まだね、プロポーズ成功してないからね、嫁って言っていいのかがわからないですね。ね、あのコラボ配信見てたらやべえんじゃってなるかって、うん、そうなんよね。だから、あの、コラボ、あ、コラボ配信やる前にあれなんだよね。コラボ配信やる前にその仕事決まったんですよね、多分。確かそうだった気がする。収録、え、何日だっけ。開幕戦の時だから、あ、でも、あ、コラボ配信の後か。開幕戦の時だから10月2日だったっけな。1日目行けなくて、だからあれだね、あの、あ、ラーちゃんとコラボ配信したことあったっけね。第1弾が何日か分かりませんね。ね、はるちゃん出ない？嘘。スイスイにプロポーズしてる。そう、でも成功してないんですね。そう、今日目開いてる。そう、目開いてるの、びっくり。だからなんか美獣がよく見える、いつもより。ブザービートありがとう。おはよう、みんな、おはよう。男みなみかわじゃないですね。あらって、かっこよろしくお願いしますって。よろしくお願いします。本当に一方的に怖いって。あ、そうなんよね。なんか一方的に知っちゃってるのよね。警察じゃないですね。おはよう、みんなデスノートに書き込まれてるのかって。いや違うね、みんな、え、デスノートじゃないですね。まず私の何でもノートですね。自分が行くルームにだいたいハルチュンが、ハルチュンいるもんなって。いや待って、そうなん？なんかさ、たまたまだと思うよそれは。なんか私がなんか追いかけてるみたいな。やばい、なんか私一方的に追いかけてる人じゃん、めっちゃ。昨日さ、めっちゃさ、ゆうなちゃんの配信でさ、何、3週成功してさ、すごい喜んでたんですよ。なんか45分、なんか45分、45分前にあの捨て星しても
欲しい、あの何成功するんですね。私さ30分前だと思ってさ、したら45分前でさ、あーやばいどうしようこれはって、で捨てほしい失敗したかもしれんってね、ゆうなちゃんに連絡したの。そしたらめっちゃいい感じにね成功してた。やばいこれはうまいかも。捨て星の捨て星のはるかって呼んでください。これからおはよう、おはようございます、パトロールしてますねって、あ違いますね、あの配信見ることめっちゃ好きで、あのメンバー以外メンバーさん以外にも見に行ってますね、あの他の女の子可愛い子。あハートありがとうございます、レインボースターもありがとう、今日はなつきちゃんいいね、ブザビートありがとうね、おはよう。女の子の南川さんが欲しいです。なるほどね。ねえはるちゃんおはようって、おはよう。 NGT のアバターガチャやってないよ、だってはるちゃん以外に当たったら嫌だからって。なんでそんなこと言うのよ。でもな何分の何だっけ、私何分の何か分かんないけど結構倍率高いらしいんですね。ねえ、はじめまして、まだメールのプロフィール返信間に合うのって、え全然間に合うよ。えだってさ返信くれた時にあの読んであのメモしてるから全然ね、あの1週間とか遅れても大丈夫ですよ、全然間に合いますね、全然私は返信いつでも見れるんで全然大丈夫、間に合う。で答える気があるのならぜひ教えてくださいプロフィールを。おはようって、おはようございます。そう沼ノートかな、そうかも、お仕事行ってきますって、いってらっしゃい頑張ってくださいお仕事。50分前も行けるんかい、捨て星、捨て星のポルカですかって、あそうですね捨て星のポルカと申します。そうですね、ハートありがとうございます。待ってハルテロップさ、あハルって言っちゃった、やだやだ癖だよ逆ギレしてる人みたい、癖でハルか、あハルって呼んじゃったよ。待ってフォロ、待ってなんだっけさ、ね、なんだっけ何万人だっけ、180万人だっけ、忘れちゃった、やばい、ハートこれだこれだこれだ、180だよね、わかんない。ブザビートありがとう、KMT のセンターですねって、そうさすがですね KMT のセンター。誰もありがとうございます、ゴロ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 ありがとう。昨日はるちゃんと途中元ユナのランキングライブランキング連番してて嬉しかったってね、ねすごくびっくりしましたね。ブザビットありがとう、はいジュンです、おはようって、おはようございます。思ってたよりよく話すし面白いし可愛いってやばい、いや私そんなにあの正統派なんで、あの NGT48 のトップを争ってるあの正統派アイドルなので、あのそんなに面白くないんですよ、あの可愛いですね、思ってたより可愛いって言ってくださいしんどい、やばい死んだわ、声が出ない、なんかもうちょっと可愛い声出したいのにさ声が出ない。あタコありがとうございます、タコタコタコ祭りありがとう、嬉しいね、おはようよって、おはよう初見ですって、岐阜県からおはようございますだって
あ、でも意外と近いかも。新潟と岐阜って意外と近いね。ね、初見です、おはようって、おはようございます、来てくださってありがとうございます。アバターガチャ外れましたって、あら春って、そうですね、春で、おはよう、マリナちゃんと村長が出たって、いいね。私さ、誰当たったっけ。私ね、昨日ね、ゆうなちゃんの配信で20個投げたんですよ。プロフィールで確認しますね。アバター何もらったっけな。木本優奈の男の子と、ななみさんの女の子と、あの曽我部さんの女の子と、あとねね、どうしよう、一番最初にさ、ね、ベルちゃんの男の子が当たったんですよ。なんかすごいね、なんかさ、前の時もさ、ベルちゃんさ、コンプしてさ、一番最初に出たんですよ、ベルちゃんの子、ベルちゃんのアバター。そしたら今回もベルちゃんが一番最初に出てさ、私さ、なんかすごい地引きがすごいんですよね、推しの地引きをさ、すごい屈するんですよね。びっくりしちゃったな、私は。夢は大きくて、そうですね、そう、夢は大きく、自分のこと春って呼んでるのが可愛いって。いや、私ですよ、私って。昔春って呼んでたんですよ。なんかね、あのね、うちから始まって、小学校4年生ぐらいから春になって、でつい最近まで春で、あのつい最近私に変え、あの乗り換えたんですけど、やっぱり私ってあんまり使わないからかさ、すごくなんか使いづらいね、なんか癖ついてないから全然わかんないですね。あ、だるまありがとうございます。ゴロ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 、ありがとう。生徒派はあんなコラボ配信しないって、なんでそんなこと言うのよ。あのね、ベルちゃんとね、トップを争う正統派なんですよ。そう、輝く正統派。ボルームで男女夢終わってから上がった負け組は私です。違うよ、違うよ、私が負け組よ。なんかさ、ランキングさ、読まれてやった嬉しかったって思ったらさ、いきなり団長から落とされたんだもん。なんか残酷なんだけど、団長から落とされました、私。思ってたより可愛いですって、ありがとう、めっちゃ嬉しいね。ね、今日の天気はって、あ、今日の天気聞きたい人多かった。今日の天気は曇りになってますね。でも最高気温17度らしいですよ。皆さん気をつけてね、寒そう。17度ってどのぐらい寒いのかがわからないんですけど、みんな気をつけてください。で、昨日はめっちゃ雨降ってたけど、今日は曇りらしいですね。おはよう、ブザビートありがとうございます。そう、旦那のアバター当たったの。そう、ゆめたんのアバター何件で出せますかって。え、なんかさ、トレードありにしたいね。そしたらさ、私自分のアバター欲しい、トレードありだったら。なんでかって、なんか自己紹介してるみたいで、すごいよくない。なんか南川遥を推してる方なんだなって思ってさ、コメントするじゃん。あの何、壇上にさ、南、あ、なんて説明すればいいんだ、壇上に南川遥っていうアバターがいるって言ってさ、でそれが本人だったらすごい面白くない。やばい、それは面白いかも。でも南川遥か一回も出したことない。おはよう、おはようございます。職場に着きました、だって。お仕事頑張ってください、ね、お仕事頑張ってね。
ありがとう来てくれて。僕は太陽さん、レンヤさん、マシエモンさん、ヤヒさん。え、待って、なんかすごいさ、癖のあるニックネーム。やばい、癖が強すぎるんじゃ。かわいこ発見ありがとうございます。ハートありがとうございます。はるちゃんどころか3期生誰もアバターでないって。あ、まさかの。逆にさ、私のさ、あのお父さんがねガチャガチャやってるらしいんですけどさ、どこの配信で投げたんだっけな、マリナさんだっけ、なんかどっかの配信で投げたらしいんですよ、お父さんが。そしたらさ、なんか3期生しか出ないって言ってた。なんだっけ、ゆうはちゃん、ゆうなちゃん、あと誰だっけ、あと一人誰だっけ、誰だっけ、あと一人誰か分かんないけど、私も出たらしい。誰だっけな、誰だっけな、忘れちゃったけど、なんか3期しか出ないらしいですよ、お父さん。びっくりだね。バラありがとうございます。ありがとう。あ、ネズミのカップケーキもありがとうございます。自分の欲しいのって、自作だと思われそうだなって。あ、確かにね、自作じゃないけど、なんか自分の欲しい、なんか自己紹介的な。まもなく大声出すまで5秒前言われて起きましたわって、おはようって。ね、私さ、目覚ましさめっちゃかけてたのにさ、めちゃめちゃ起きれなかった。やばい、どうしよう、目覚ましの音が。お父さん西潟家なんだって。いや、なんかね、そういうわけではないんですよね。お父さんのね、推しが分かってなくて、なんかね、誰だろうね、推し。お父さんの推し知らない、全然。なんか毎回なんかさ、違うルームいっぱい行くからさ、誰が誰だか分かんないですね、推しが。はるちゃん、ゆきちゃん当たりましただって。あ、やばい、一瞬ブスになったわ。ね、いいな。私は当たらないね、ゆきちゃん。当たってほしいですね。3期生で一番最初に出たアバターはるちゃんだったって。それははるちゃんのことめっちゃ押してくれてるからだよ。おはようございます。チュンチュンパパ引きがいいなって。あ、引きがいいのかな。ね、チュンチュン、チュンチュンパパはチュンチュンのアバターをゲットしたらしいです。一番最初にゲットしたって喜んでた。誰もありがとうございます。ゴロ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 、ありがとう。おはようございます。来てくださってありがとうございます。3期生出ない。嘘。アラーム音は時々変えないと慣れてしまって。あ、確かに、だからだよ、それだ、慣れすぎたからだ、そのせいだ。ちょっと目に髪が入っちゃった。いや、かゆい。取れた、よかったよかった。危ない危ない、目があれだった、腫れるところだったね。え、待って、それだよ、アラーム音をもう慣れちゃってるからね。どうやって設定するんだっけ、アラームって。アラームの音ってどこで設定するんでしたっけな。わかりませんね、ちょっと変えたいんだけど、どこで変えるかがわかりません。ていって、あ、もう終わったらしいね。ルアちゃんの配信終わったのかね。なんかすごい来てる。
可愛く発見テイって、待って、テイが多いな今回、ほぼ2期しか出てないって。私なんかめっちゃバラバラなんですよね。ね、ノート潤ってますね、めっちゃ。職場ついてよって、ちんちんまたねって、また来てね、お仕事頑張ってください。今月中に卒業するヤヒ男女コンプできた。あらね、いいな、私も欲しいな。アラームの設定で変えれるよって、え、どうやって変えるんだ。アラームの設定で変えられるって、あ、こ、あ、こ、ちょ、お、お、お、ね、アラームを編集っていうところ、これもしかして。ね、はるかさんおはようございますって、おはよう。今日は寝坊するかと思ってたけど、逆に起きれてすごいと思ってたって。あ、なんかめっちゃ褒められた。あれだよ、なんかね、私もやばかった。10分前に起きて、あ、やばいやばいやばいって、急がなきゃ急がなきゃって思って準備始めた。もう本当にやばかった、もう間に合わないかと思ったね、寝坊しかけた。うん、何、え、多分それ私じゃない、私じゃないですね。昨日食べた駅前のクレープはどうでしたかかって、多分それ私じゃないね。私ね、昨日はね、私じゃない、それは。昨日は私はスイスイと、あの、ユーハと、あと、あ、スイスイとユーハかとね、あのスタバさんに行ってたので、それ駅前のクレープ食べたのは私ではないね、これ。私のもう一つの人格が言ったのかな。そのノート見てみたいって。あ、ダメだ、個人情報が書かれてるからちょっと見せられない。私しか見ちゃダメなノートね、いろんなメモも書いてるからね。ね、おはちゅんです、おはちゅん。これはハズレでしょうかって、え、何が、何がハズレ、え、待って、なんだろう。昨日ルアシさんとね、あんまり話してないの。そういえば昨日はなつきちゃんの背中をずっと追いかけてたんですよ。なつきちゃんなんかすごいね、抱き心地が良くてすごい背中を追いかけたくなった。お仕事なのでまたねって、夜配信するのって、今のところできたらしようかなって思ってるんですけど、どうなるのかがわからないね。今のところやる予定でございます。また来てね。昨日5時に配信して元ユナ最後まで配信見てたから、さすがに寝落ちしたのって。え、あ、その間にっていうこと。5時に起きて、あ、5時にじゃない、3時に起きてで寝落ちしてなくて、元ユナの最後までの配信を見て見送って、でお風呂入っていろんなことやって寝た。寝落ちしてないね昨日、すごいな、私天才的かもしれん。編集の賛同を変えれば OK って、やだやだよやだ。なんかさ、私の携帯さ、みんなに見てほしいんだけどさ、
ね、見てこれこれこれ帰れない、これいちいち帰れない、なんかこれ大量発生してる。これ一個一個帰れないよ、どうしよう。これアラームね、刻みすぎてる。何これね、だってだってさ、なんか一番さ遅くて22時30分ってなんで起きこんな時間に起きるねんって思わない？みんなやばい、なんでだろう。私22時30分になんで起きた、なんのアラーム、捨て星用かな、え、そうなのかな、捨て星用これ、やばいね、一個一個帰れないんですね私、どうしようね。目覚める一言くださいだって、なんだろう、目覚める一言、起きろわかんないわかんない、目覚める一言わかんない、これで起きるんじゃないですかみんな。スタバで何飲んだんって、あのね、なんだっけ、いつもダークモカチップクリームフラペチーノのあのチョコソース追加をね頼んでるんですけどでも今回はなんだっけ、なんかさ、なんか新作、何、期間限定がさ売り切れた時に出てくるやつがあるらしく、コーヒー&クリームだっけ、なんだっけ、なんかそんな感じの名前のやつのようなやつをで、なつきちゃんにね、これ美味しいんだよ、すごくおすすめって言われたから、あのね、あの飲みました。クレープの味どうって定型文があるのかと思ってたって、いや、ないですね、ね、私はわからないですね。ノート見て気づいたことありますかって、なんだろう、気づいたこととはなんだろうね、気づいたこと、え、ないかな、なんだろうね、まだ誕生日一緒の方がいないんですよ、ファン同士の方で、なんかみんな誕生日バラバラなんですよね。スイスイの天然エピソードありますかって、え昨日あったね、昨日ありましたね、昨日あったんですよ、あった、そういえば、なんかなんかね、あれですね、昨日なつきちゃんと二人で座ってたんですよ、そしたら隅っこに携帯をゴトンなんて落としてみたいで、でなつきちゃんその前寝てたんですよ、で、ね、携帯を隅っこに落としてしまって、でそれで起きたらしくて、こうやってもうずっとね、こうどうしよう、やばい、どうしよう、どうしようみたいなことをやっててね、結局ね、あのね結局撮ってもらってた、やばい、本当にさ、ね、あの寝起きのスイスイめっちゃ可愛かった、ね、寝ぼけてたらしくてね、そのね記憶ないらしいですよ、携帯落とした記憶はあるんだけど、なんか喋ってた記憶がないらしいですよ、私と喋ってた記憶がないらしい、どうしようどうしようってめっちゃ焦ってたの、可愛かった。でこれって天然エピソードなのかな、わかんないですね、わかんないけど、めっちゃ可愛いエピソード皆さんにも教えましたね。アラーム刻みすぎってスライドすれば消せるよって、いや、あのね、何、なんかさ最近さ集めたいんよね、これね、いつ起きたかをね、あのね、消せるのは知ってますよ、さすがに知ってますね、うん、でもね一番笑ったのはねこれなんですよ、
5時、5時10分、5時15分、5時20分、5時30分、5時40分、5時45分、6時っていうね、アラームがあるんですよね。やばいよね。なんかここにほら5時。あ、やだやだ、携帯反射しちゃう。あ、ここらへん、いや、家が反射しちゃう。私の部屋が反射する。そう、もういっぱいあるアラームが。この点書いてますね、寝る時間ですよのアラームって。あ、まさかのフラペチーノ以外で頼むものを知りたいって。いや、私もね、フラペチーノ以外ね、飲んだことないんですよね。なんかあったかいのも飲んだことない。そう、ダークフラペチーノ違うよ、違う違う、ダークフラペ違うんだよ。ダークモカチップクリーム、クリーム必要、クリームね。普通のだったらあの甘いけど私には足りないんですよ。チップクリームフラペチーノですね。でチョコソース追加ですね。クレープ好きなのって、いや、あ、うん、お、確か、え、クレープね、好きだけど最近食べてないですね、全然。おはよう。四捨五入したらはるかちゃんと誕生日一緒よって。そうだね、そうそうそう。180万人って何のフォロワーのことって。あ、ショールームですね。あのこれは180人を目指してる理由は、あの南川っていう名字をね、あの佐藤さん、あ、佐藤さん超えたくて、1位の佐藤さん、佐藤さんだっけ1位で、180人が必要なんですよ。あ、180人じゃない、180万人の方が必要なんですよ、私が南川が1位になるには。そういうことなんですね。自分1月、ね、私は四捨五入しなくても同じ誕生日なんでって。あ、確かに。タコありがとうございます。タコタコタコ祭りありがとうございます。嬉しいでございます。ハートありがとうございます。ダルマありがとうございます。ゴロ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 ありがとう。ハートありがとう。シリにアラーム全部オンにしてって言ってみてって。え、ちょっとやってみる。いく。ヘイシリ、慣れてない。アラーム全部オンにしてみて。ねえ、最悪だよ、見て。嘘、できんのそんなこと。ねえねえ、これアラーム全部オンにされちゃった、本当にどうしよう。やばいやばい、本当にアラーム全部オンにされちゃった、もう消すよ。これ本当にできるとは思わないじゃん。やばい、これこんなんダメだって、卑怯だって。シリ卑怯だよ、教えてよ。次にかかるアラームは7時50分ですね、私の携帯の。あ、全部オフにできるの、わかった。アラーム全部オフにして、何、分かっていただけて嬉しいですって、なんやねん。違う、シリが通じない、ちょっと待って。アラーム全部オフにしてみて。あ、できたできた、あ、できたできた、よかったよかった、危ない危ない、やばい、もうすぐ鳴るところだったよ。今駅コンビニのでレジ前オーレルになんとかステップで横入りされたって。まさかの割り込みされちゃった。バックステップ、あ、すごいかっけえな、バックステップ。ね、ブザビートありがとう。タコありがとうございます。タコタコタコ祭りありがとう。おはよう。かわいこけんありがとうございます。
おはよう。そうダークモカサンダーフェノメン、フェノメンの、うん、必殺技みたいなってなんやねんその名前は。ダークモカチップクリームフラペチーノですね。オーダーが面倒なのでスタバよりドトール行くって、まさかのですか。そうとりあえず180万人の佐藤さんを超えるために、そうですね、そうそう、仕事行きますって、行ってらっしゃい、お仕事頑張ってください。でも同じ誕生日の人がいる確率って90人ぐらいいたら 100% ぐらいあるはずよって。なるほど。旦那と嫁がたくさんいるはるちゅんって、いや違う、たくさんじゃないよ、一人一人だよ、ね、旦那が一人と嫁が一人ですね、たくさんじゃないんですよ、ね、私意外と一途なんで。ブザビートありがとう、ね、オフできるんだね。シリに使えねえって言ってみてて、やばいねえ、それはさダメだよ、配信見てる方が切り抜いてさ、シリの会社さんに言っちゃうかもしれない、なんかアイドルの南川遥さんがこんなこと言ってるのですがみたいな。ハートありがとうございます。でみんなにチクられちゃうかもしれなくて、私なんか日本から入れ、あ、日本っていうか世界中からいられなくなりそうなくらいやばそう、だから言えないですね。なんか南川増えてきたな。可愛く発見ってありがとうございます。ダークモカ長いよ、ゆっくり頼む。あのね、ダークモカチップクリームフラペチーノですね。ダークモカチップクリームフラペチーノのチョコソース追加ですね、私がいつも頼んでるの。なんかね、メンバーにはねめっちゃ甘いって言われる、なんでこんな甘いの飲むのって。なんかスタバみたいじゃない、なんかもうチョコって感じ、もう全部がね、シリにとても悲しいですって。やばい、使えねえでイコール、そんなことおっしゃらないでくださいって言うよって。待って、試したのそれ、試した。ブザービートありがとうございます。もしかして試した、アラモン変えてって言ったら変えてくれるのかなって。待って、今やるわ、南川遥かやりたいと思います。 Hey Siri、 アラーム音変えて、なんで黙ってるの、アラーム音変えて。ねえダメだ、あーダメだ、違うよ、アラーム音変えて、ダメだよみんな、ダメだダメだよ、あ、やばい、私のアプリが見えちゃう、やばいやばいよ、 Siri が消えた、アラーム音変えてアラーム音、あ、何これね、 Siri がバグってる、ね、Siri バグっちゃった、どうしよう、ああね、ダメだ、 Siri バグっちゃった。なんかアラーム音変えての後さ、何分のがいいですかって来ちゃってさ、でな、何時のアラームを変えますかって来ちゃってさ、でね、答えなかったらね、ずっとね、何時のがいいですか、何時のがいいですか、何時のがいいですかってめっちゃバグっちゃってた、やばい、私問い詰められるところだったGoogleね、OK Google ですか。Google さんの使ったことないんですよね。で、反抗期という名のバグって、反抗期ですね、もう
ね、反抗期というか緊張しちゃってんのかな、配信でシリが寝ぼけてる。あ、ちなみにこのアラーム40個あるらしいです。これ40個あるらしい、なんかシリが数えてた、ね、40個あるらしい。全部のアラーム音を変えたいね。アレクサ持ってるのって、いや持ってないんですよね。ダメじゃん、アレクサ持ってないから私ダメだわ。バンダイのマテリアルカフェ行ったって、どこだそこは。もしかしてあのさ、マテリアルカフェってさ、あそこですか。待って、クレープのところですか。わかんない、私行ったことないんですよね一回も。お芋のやつ、あの NGT のやつですか、お芋のやつって。私まだ行ったことないんですよね。ね、誰か引き連れて行きたいね。今日も綺麗だねって、ありがとう。まだ食べれてない。あ、ナウありがとう。もうよ54分でしたか。あら、配信早いね、朝の配信は。いや朝じゃなくても早いけど、時間経つのが早いですね。ね、ランキングをいつ読もうか迷いますね。もう読んじゃおうかな。なんか目しょぼしょぼしてきたかも。もう読んじゃおう。おはようございます。おはよう。綺麗でおしゃれなカフェでパンケーキも美味しいよって。あ、なんかね、私の母は行ったことあるらしいですね。楽しい時間は経過も早いのですって。確かに、だからか。で、おはようって、おはようございます。なんかさ、同じ名前の方がいる。行きまーす。え、待って、次更新して、待って、行きまーすって何分だ。いやー、55分はまだ早いかもしれない。待って、ランキング、あ、やばいやばい、あれ、あ、おお。でもなんかランキング今なんか入れ替わったので、もう言っちゃおうか。もうしょうがない、言っちゃおうか。でも最後らへんめっちゃ時間余るよね。わかんないな、英語がわかんない、13位ぐらい行きます。13位、イチローナウボイさん、わかんない、ナウバイさんか、わかんない。その2つの単語を合わせると何かわかんないですね。ありがとうございます。12位カズヤとハチマキの人さん、ありがとうございます。11位ケンジさん、ありがとうございます。に押しですね、私のことは。10位ボンさん、ありがとうございます。9位酒井秀一さん、ありがとうございます。8位ずんだシェイクデラックスさんかな、ありがとうございます。待って、7位チーポチーポさん、ありがとうございます。6位りょうさん、ありがとうございます。5位、マッチョさん、ありがとうございます。4位ジェイソンさん、ありがとうございます。まだ7番のピンですね。3位ヨシさん、ありがとうございます。2位ギバさん、ありがとうございます。そして第1位はトゥルルルルルトン、南川剛さんです。おめでとうございます。おめでとう、おめでとう、パチパチ、ありがとうございます。本当にみんなありがとう。で、ママさん行動が早いねってやばい、意外と早いかも。で、皆様に拍手
今日はね夜配信を、ね、できたらしようと思いますので、メールかあの更新、何更新じゃないな、なんだっけ、時間のなんだっけね、あれはあれしますので、ぜひよろしくお願いします。夜配信できたら頑張ります。ありがたやって一日ファイトって、あ待って、配信予約、そうあれはあれしてねってやばい、あそうそう配信予約、そうなんだよ、そうそうタイムスケジュール、そう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 、やばい、あれあれはあれですね、そうあれをあれしてって、待って待って、みんなに突っ込まれる、そう配信予約、そうゲーム部の前後って、それもねちょっとね分かんない、まだね、ねあの一応予定では前だけど後になっちゃうかもしれないね、予定では前かな、ね予定では前なんですよね、そうあれをあれする、そうそうそう、でもあの後になっちゃう可能性もある、ね、やばい、カエルポーズって書いてあったからカエルポーズだけした、ごきげんよう、ごきげんよう、ねどうなることのことやらわからないけど、一応ね前ですね、予定ではしれっとカエルにスライドされたって、ありがとうってやばい、なんかカエルポーズって出てたからね、またね、また来てね、今日も一日頑張ろうねって、ありがとう、また頑張りましょう、みんな頑張ろうね、お仕事頑張ってね、二度寝する方は寝ようこの時間二度寝しないかな、みんなお仕事行ってらっしゃい、ねまたね、また来てね、ありがとう、バイバーイ。